ムルシリ三世は、ヒッタイトの大王。フルリ語では、ウルヒテシュプリーテスブと表記される。叔父のハットシリ三世と敵対して追放され、王位を奪われた。禅王無渡り二世の息子として生まれた。彼は、即質の生んだ諸子であったが、父の死により、ヒッタイトの継承法に基づいて、ヒッタイト王となった。それは、エジプトのファラオラムセス二世の治世旧、十年目であると、 され、すなわち、紀元前1281、80年、または1270、69年となる。彼の弱みのある立場は、後々、ムワタリの兄弟らとの対立の火種となる。前王、ムワタリは、首都を、タルフン達者に移していたが、ムルシリ三世は再びキュートのハットシャに服した。それにはおそらくおじハットシリの権限があったとされる。 同様にハットシリの権限により、ムワタリにより追放されていた皇太後タヌヘパトやアムル王、ベンテシナの名誉を回復し復旧させた。タヌヘパトに対する恩赦の際は自分の意思によることを強調している。しかし他の直令では王子ハットシリと対立することになった。そのためシパチティを相談役に据えたが、シパチティとその父がハットシリと土地をめぐって対立し、 無本を起こしたためアラシアに追放した。その他シェハの王、マナワタル・フンダを解任して召喚し、息子のマシックリと交代させ、ハットシャシ長ミッタナムアの息子から初期艦長の職を剥奪した。こうした新人事も彼の将来に暗い影を落とす。アッシリア王、アダド・ニラリの像。2003年のイラク戦争の際に略奪され、行方不明になっている。 ラムセス2世は、地世8年目と10年目に、シリアに遠征し、ヒッタイと支配下にある複数の都市を奪った。しかし、ヒッタイとのカルケミ首相徳、シャフルーヌワがそれを奪還することに成功した。一方ミタンニオワサシャッタは、ムルシリに埋内して、アッシリアと戦うよう要請し、ムルシリも横託したが、言葉ばかりで軍隊を送らなかった。 同じことはすでにワサシャッタノフオーシャットアラ一世に対しても言っていた。こうして見たんにはアッシリアに征服されることになる。そのアッシリア王、アダドニラリ一世をムルシリは大王と認めたものの、イシュガイのため大国の君主間の通例である我が兄弟と呼びかけず、両国の関係がさらに悪化した。やがて即位から7年目、ハットシリからその治行地であるハクミサと、 ネリッカを取り上げようとしたため、逆に、ハットシリによってサムハに遊兵され、ついで、ヌハッシに追放された。しかしハットシリは、ムルシリの王位は奪っても、殺すことは拒否した。かつての相談役シパチティは、ムルシリのため拒兵しようとしたが失敗し、内戦は回避された。かつての進化たちであるマシュトリアミッタナムワは、ハットシリの側に着いた。ムルシリの失勢もあり、 属国の王たちにも、ムルシリを支持しようとする者はいなかった。ヌハシェイにいた、ムルシリは、姉妹の突撃先であるバビロンを巻き込んで陰謀を計画したが、失敗して、今度は、アラシアに流された。ムルシリは、アラシアから、シリアのエジプト領内に逃れ、ハットシリは、ラムセス2世にムルシリの引き渡しを求めたが、ラムセスは、感知せずとして拒絶した。 紀元前1259年にエジプトとヒッタイとの間に和平条約が結ばれ、互いの犯罪人引き渡しが定められたが、ムルシリは例外的にエジプトに泊まることが許された。ムルシリは王位を追われて20年後もエジプトで生存していたことが確認されている。ハットシリはムルシリの弟、クルンタをタルフン達者副王に封じてムルシリに近い者たちを懐従し、 その支配が揺るぐことはなかったものの、この三脱劇は、後の筆体と帝国の命運に悪い影響を及ぼすことになる。ありがとうございます。